はい、皆さんこんにちは、コーダですってなわけでポケットモンスター3やっていきたいと思います。みんなにちょっと遅れを取っちゃった気がするけど、うん、今から始めていくんでよろしくお願いします。はい、どの言語で遊びますか？日本語です。僕日本語しか話せないんで、うん、漢字で一応ね、漢字でゲームを始めます。これぐらいのポケモンぐらいの漢字ならね、読める気がする。うん、設定が終了しました。はい、ありがとうございます。アローラ地方のククイ博士から連絡です。ククイ博士、うん、ほうすげえ音楽が壮大。ちょっと待って、はい、ちょっと待ってます。カメラの調整大丈夫？うん、大事だよ、そういうの。うん、アローラに引っ越しする日がいよいよ近づいてきたね。あ、そうなんだ、僕引っ越しするんだ。ちょっと最近ね、今年引っ越してきたばかりだった気がするんだけどね。うん、ポケモンは本当に不思議な生き物でね。お、この子はなんだ？初めて見るぞ。イワンコ、イワンコ、あ、これイワンコっていうんだね。大事な話だからね、遊ぶのは待っててくれるかい？かわいい。めちゃくちゃ可愛い。さて、みんなに紹介するから改めて君のことを聞くぜ。どの写真がいいか教えてくれるかな。どの写真？はい、おお。え、あ、これ上が男の子で下が女の子か。やっぱこの女の子可愛いよね。女の子で行きたい気もするんですが、ま、僕は男なんでね、はい、男で行きたいと思います。これがちょっといい感じ、青年、青年っぽいよね。うん、僕青年なんで、はい、これでいきます。はい、名前の登録も君にお任せするよ。はい、僕の名前、そうです、僕はコーダと申します。はい、どうしようかな。英語でコーダもいいんだけど、なんかね、やっぱりポケモンの世界って大体カタカナじゃん。カタカナにしようかな、コーダ。うん、はい、コーダです。これでいきます。いや、なんかすごい壮大なのとちょっとハワイアンな感じが出てる音楽ですね。コーダでいいかい？はい、僕はコーダです。うん、10万ボルトのようにしびれる名前だぜ。マジっすか、そんなしびれる？じゃあ君の到着を楽しみに待ってるぜ。はーい、あとでまた会いましょう。で、あなたは結局誰だったんだ？おお、すげえ、なんだろう、新しいマックかな。iMac。 コーダ、そろそろ引っ越しの準備を始めましょう。え、で、誰が言ったの今。おお、こんないいところに行くんだね、僕は。あー、怖い怖い怖い。大丈夫？てか、なんで逃げてるの、あなた。お、光った光った。お、それは歯っていう顔になるわ。おお、ここでタイトル。ポケットモンスター3やっていきたいと思います。ゲームフリークですね。あ、これが引っ越し先のお家かな。いいお家ですね。こんな家に住めんの羨ましいわ。おお、お母さん、あ、ニャースがいる。ママあ、アローラで初めての太陽、なんて眩しく暖かいの。よーし、ママ片付けるわよ。こんな声でいいかな。ニャース、コーダを呼んできて。ニャースってこんな声だったっけ。そうだよね、初代のね、やっぱりニャースとかってそんな感じだもんね。うん、電子音っぽい感じですもんね。あ、ピカチュウだ。あれはぬいぐるみのピカチュウかな。 Wii U とかあんじゃん。ヌニャなんかニャースってやっぱりなんか日本語っていうか言葉をね、喋れる気がしてならないんだよね、アニメの影響か。うん、あ、すやすや寝てるけど、ちゃんと布団に入りなさいよ。暑いのかな。暑いから別に布団に入らなくてもいいみたいな。タニャータニャーってどういうこと。うん、はい、そんでそんで起きない、起きてよ。あ、起きた。あ、もうこれで早速操作ができる。すげえ。ほら、今までのさ、ポケモンってさ、縦か横かにしか動かなかったじゃん。 3D で動くじゃん、すげえ。そこに感動だよ、まず。うん、 Wii U がある、画面付きのゲームパッドだ。あれだね、 Nintendo Switch 置かれてないのかな。まだそんな未来の話じゃない。いや、未来って言ってもね、もう来年には発売だからね。ニャスさん、はい、ヌニャ。いやー、すごいね、ポケモン進化しすぎでしょ、マジか。
一応ね過去のポケモンは大体やってきたんですけどね。ぐっすり寝てたわね、もう元気になったでしょねえコーダ、アローラのポケモン楽しみ？もちろん、もちろんってもちろんは僕の声だよねそうなの、私も早く会ってみたいのリゾートとしても有名なアローラ地方、暮らしているポケモンたちもみんなご機嫌に決まってるわよ。あー鐘の音が、あらチャイム、きっとククイ博士だわ。コーダちょっと出て。ククイ博士、うん、なんかやっぱりハワイの人の名前っぽい感じしますね、うん、いやー広いねこんなお家、こんな綺麗なお家、電池調理器だ、その名の通り電気で加熱する、最新式ピカピカのキッチンシンク、うん、はい出てっつってのに全然出ないっていうね俺ねあクックイ博士、これクック81博士ね、うん、よくわかんねえな。あ、初めましてコーダ、改めて自己紹介を、僕がククイです、よろしく。アローラ地方への長旅お疲れ様、時差ボケは大丈夫かい？時差ぐらいどれぐらいなんだろうね、うん、さてこうだ、隣町に行こうぜ、そこで島キングからポケモンをもらうんだ。あ、ククイ博士からもらうんじゃないんだねし島キングポケモンは分かってるよ。あ、島キングはねポケモンを戦わせたら出来なしのポケモントレーナーさん、リリータウンではポケモンする子供のために島キングがポケモンをくれるんだ。へえ、そうなんだ、そういう伝統ね。こうだ、準備をしなくっちゃ。そうだね、あなたの部屋の段ボールに帽子とバッグが入っているはずよ。あと机の上に探検のこれ置いてなかった？お、どんな帽子か僕も楽しみだぜ。そうね、今帽子かぶってないもんね。うん、別に帽子かぶんなくてもいいんじゃないかな、ニット帽かぶろうぜ、ニット帽、うん、緑のニット帽、はい、大丈夫かな。いいね、いいバッグ、シンプルイザベストじゃない。うん、肌白いな島キングからご機嫌なポケモンをもらうんだ。さあ行きましょう。さあちょっと旅してくるね。うん、あれだね、ドアの開け閉めの音とかは変わんないんですね。この音はね、初代のポケモンからジャジャって音だけをね、うん、さあ出ていきますよ。さあどんな感じ。おお、本当に歩けるね。おーい、こっちだぜ。あ、そっちかいだって急に行くんだもん、わかんないよ。そんな視野広いわけじゃないし。てかさ、え、これ車庫でしょ。え、ちょっと待って、こっから出せる。車こうやって出すの、斜めに出すの。いやちょっとおかしくない、構造。ここ開けとこうよ、ここいらないでしょうん、っていうね。はい、お、アローラの隊長、踏みしめ、嬉しそうだな。俺も負けずにダッシュしたくなったぞ。 B ボタンでダッシュ、こんな歌あったよな。え、そんな歌あったの俺が知ってるのはさ、ちょっと早すぎるかもよ、 B ダッシュみたいなそんなね、歌ありましたけどね。こうだ、アローラはどうだい。まだちょっとわかんないっすね、まだ坂登っただけなんでうん、さあかな、まださあかな。まあね、誰だって初めての土地は戸惑うさ。うん、戸惑ってます、かなり戸惑ってます。来たぜ、着いたぜ、リリータウン。あ、ここがリリータウンってとこなんですね。うわ、なんか早速すげえダンジョンみたいなところがあるけど、メレメレ島の守り神であるポケモン、カプコケコ。なんか言いにくいな、カプコケコあれかな、ニワトリかな、コケコッコみたいなね、うん、祀っているんだ。はい、こうだ、島キングを探してくれないか。いや、会ったことない人を探すのって結構しんどいんですよね。それ分かってる、ククイ博士。僕は行き違いにならないようこの辺りを探すからさ、せめて写真でも見せて。あ、島キングはね、見るからに島キングって感じだからね。本当に分かる、島キングって感じすんの、本当に大丈夫。ちょっと心配ですけど、じゃあ探しに行きましょうか。うん、ここはリリータポケモンに感謝するところ、いい街ですね。うん、どこにいるかな、この人。いや、島キングっぽくないね。あ、ここに見えない壁がある壁にぶつかった時の音とかもドーンっていう初代の効果音と一緒ですね、うん、あ、これが島キングかな、違うってな遺跡に何があるというのです。え、大丈夫、あなた勝手に行っちゃって。追いかけようぜ、あの女の子を捕まえようぜ。大丈夫、帽子飛ばされないように気をつけてね。うわ、出てきちゃった。なんだ君は。綿飴ポケモン、わた。え、なんかいる。おお、ちょっと待って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 、鬼ドリルじゃない。あ、違う、鬼ドリルじゃない、全然違うわ、ごめん。うん、これは
あれ鬼スズメか大丈夫、僕がなんとかするさ。えい、あっち行け、あっち行け、鬼スズメあっち行け、橋落ちそうだけどあっち行け大丈夫かな、走んない方がいいおー、守ってあげる、かっこいい、主人公かっこいいぞ。おー、お腹痛い。え、落ちちゃったよ、大丈夫、なんだなんだなんだ、何ポケモン、え、かっこいいんだけど、え、ポケモンだよね、え、違うの、それは口もアングリになるわ、わーわー痺れそう、100万ボルトで攻撃してきそう危ないところを助けてくださり心より感謝しておりますシマキングシマキングではないよな絶対違うと思う、うん、クックイ博士、おお、こうだ、シマキングはいなかったようだが助手に会ったんだね、助手、あ、助手なんですかでは改めて紹介しようか、こちら僕の助手、え、あ、はい、リーリエと申します。リーリエ、かわいい名前してるじゃないですか。我らのシマキング原さんのお帰りだ、あ、ようやくシマキングに会えますね。守り神に選ばれた男、アローラでもナウメニョヌヌテのポケモン使いな、おー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 、シマキング、この方がシマキングでしたか、意外とちっちゃいもうちょっとお相撲さん並みにちょっと縦にも横にも広い大きい方かなと思ったんですけどね。何かありましたかな、うん、ちょっと原さん、どこ行ってたんですか、あ、腹が出てるから原さんってこと、違うか島キングですからな、島の問題が起これば解決に行きますなで、リーリエ、何かありましたかな何やらカプコケコの飛ぶ姿を見かけましたがよし、ポケモンたち顔を見せるんですぞ、はい、さあ来ました、こっからこのポケモンを選ぶわけですね長かったなさあ今回のこのねポケモンも可愛いよね、まずは草のポケモンボクロ、ちょっと普通の声でいきますね、はい、モフ、うん、次は炎のポケモン、ニャビー、ニャブー、可愛いね最後は水のポケモン、アシマリ、アシマ、困る、実はまだ決めてないんですよ、うわちょっと待って、どのポケモン選ばれますかな、でもニャビーが可愛いよな、ニャビー可愛い、ニャビー可愛いんだよな、ニャビー可愛いんだよな、ニャビーが可愛い、ニャビーにしようはい、炎タイプのポケモンニャビーになされますかな、ニャビーにします、ニャビーに決めた、うん、いや可愛すぎるでしょあー、もうメレメレですよ、メレメレメロメロだわ、うん、お互い選ばれこそ真のパートナーと言えますなそれではニャビーは君を選ぶのか見ましょうぞ、え、そういう何儀式みたいなの、儀式って言わないか、対面、ご対面、ニャビーはコーダを気にしながら見つめている、え、拒否された、え、マジで、そんな嘘だろ、あ、委員会ツンデレなのかなやばいやばいやばい、半端なく可愛い、半端なく可愛い、どうしよう、半端なく可愛い互いを認め合った君たちは永遠の友達だぜ、いやマジかよ、ちょっとニャビー永遠の友達だって、ニックネームつけようぜ、ニックネーム、今回ね俺全部のポケモンにねニックネームつけるから、うん、どうしよう、最初でしょ、うん、やっぱ可愛いしね、うん、可愛い名前つけたいね、よし決めた、君の名前はチビタだチビタを手持ちに加えました、うん、まだちっちゃいからね、まあ、これから多分どんどん大きくなるんだろうけど大きくなってもチビタだからね。なあなあ、ポケモン勝負しようよ。あっあっあっ、急ぐでない、名前も言わずに勝負もあったものではないな。そうだね、確かに最初に名前を言わないと、自己紹介で始めるか、それか名刺交換からね始めようね。俺ね、ハウ、シマキングの孫でね、モクロウがパートナー。私、
ポケモンさんが傷つく勝負はちょっと苦手ですが、応援しますね。お、初めてのポケモン勝負だね。ポケモンの技を繰り出し、勝ち負けを決めるんだね。孫の相手をお願いできますかな。がっぷり4つの勝負を期待しますな。あの登場人物がちょっと多くてね、僕の中で、ね、声のね区別がどんどんねつかなくなってきたんですけど、頑張ります。はい、じゃあポケモン勝負しよう。相手してくれる？はい。負けないよ。うん、負けないよ。よーし、楽しんじゃうもんね。さあ行きましょう。ではポケモン勝負始めます。せいせいって。おー、すごい綺麗。あー、いいね。こうやってトレーナーもちゃんとモーションがあると、うん、ハウがね勝負を仕掛けてきた。モクロを繰り出した。来た来た来た、行けシビタ。あれ、ちょっと待って、今回、あ、そっか、これまだライバルじゃないのか。いつもライバルはね、ほら、あの別の属性をさ出すのがさ、あの別の属性っていうか苦手タイプのさ属性を出すのが普通だったじゃん。じゃあ、あ、キノコ覚えてんだ。早速キノコ、早速キノコ出してみて。イエーイ、効果抜群だぜ。相手のコノハ、やばいな、このすげえアニメーションがこうやってあるってすごくない？もう昔のさあれだよ、あのなんだっけ、64とかであったさポケモンスタジアム、うん、あ、やべ、ひっかく全然当たんねえよ。マジか、もう一回ひっかくやってみ。うん、大丈夫、チビタ大丈夫だよ、頑張れチビタ、いけ。よーし、モクロを倒してたぜー。チビタナイス、65経験値。チビタレベル6に上がった。いいね、最初のバトルでレベルが1個上がるのも今までと変わんないですね、うん、ポケモントレーナーのハウとの勝負。はい、うわー、コーダは賞金として100円。100円で何買おうかな。ここってリアルですよね、いつもポケモンってね、円とかさ。でもさ、なんかドルな気がするけどね、うん、うわー、すげー。コーダだっけ、君のニャビーもかっこいいな。よし、明日頑張る。いやー、オープニング結構喋ると長いね。おかえりコーダ。ねえねえ、どんなポケモンもらったの、見せて見せて。ニャブー。わー、ママときめいちゃう。ねえ、どうしてこの子にしたの。かっこいいから。かわいいっつってたけどね。めちゃくちゃかわいいとか言ってたけどね。そうね、この子かわいくてかっこいいのよね。どっちにも捉えれる内容で返したね、今ママね。あなたたちすっごくお似合い、見ているだけで嬉しくなっちゃう。どっちも猫じゃん、そういえば。にゃにゃにゃぶー。いやー、猫好きな家族なんですね、多分ね。